十数メートルもある雪の大谷。夏は高山植物、秋は紅葉と、立山は季節とともに様々な顔を見せてくれます。さらに室堂から足を伸ばせばエメラルドグリーンに輝く黒部湖の雄大な景観を楽しむこともできます。ここで皆様にお願いがございます。立山一帯は中部山岳国立公園特別地域および特別保護地区、国有林野、また北アルプス鳥獣保護区および特別保護地区に指定されています。この立山の大自然を守り続けるため、草木を折ったり採集したり、鳥や動物に危害を加えないでください。たとえ写真撮影される際にも、遊歩道以外のところに